北欧ハウスが完成しましたか？なんで最近動画あまりアップしてないか？今日はちょっとみんなに説明していきたいと思っています。こんにちは皆さん、 DIY モデルアントンです。アントンチャンネルへようこそ。実はみんなにニュースがあります。まずはですね、この1年間本当にありがとうございます。北欧ハウスは去年3月の月末やり始めたので、結構楽しいけど大変な1年でした。温かい応援やコメント本当にありがとうございます。正直この1年間であまり暇なくて、モデルの仕事をやりながら、本当に築86年の空き家を北欧風にした DIY リフォームをやりながら、コンテンツクリエーションをやりながらやるのはすごい楽しかったけど大変でした。友達をこれからもっと大事にしたいと思っています。ということで北欧ハウスは完成しました。 Give it to me like...どうやってこれをみんなに見せればいいかわからないんですけど、今度みんなにめちゃくちゃかっこいい動画を作っていきたいと思っています。他にはですね、どうやって説明すればいいですかね。今はですね、2021年から日本語のコンテンツを日本人の視聴者に配信してたんですけど、だいたい DIY とかリフォームとかモデルの生活とか文化違いとかいろんなトピックについて動画を配信してたんですけど、最近考えたのは、もちろんいろいろすごいありがたいことがたくさんあります。テレビにも出演できたし、自分の日本語もすごい上達したとは思いますけれども、北欧ハウスが完成する前の時点では、もしかしたら英語のチャンネルを開いたら、日本の素晴らしいところを世界中に配信したらどうかなと思っていました。今まで動画を6本しか出してないんですね。 Instagram、Facebook、YouTube と TikTok に投稿してたんですけど、この2週間で実は35万人登録者を増えました。ちょっとすごい不思議なことだと思います。今2年間日本語でコンテンツ作ってて、ほぼ600本の動画を投稿してたんですね。22万人登録者数で、すごい温かいコメントとかいろいろもらってたんですけど、今動画6本で2週間以内に35万人登録者数を突破するのもちょっとありえない数字だよね。っていうのはみんなやっぱ日本のことを興味持ってるんですね。特に空き家とかリフォームについて、実際日本に住んで日本について海外向けの動画を配信してるクリエイターなかなかないみたいですね。ちょっとこれから日本語の本数をちょっと減らして、英語のチャンネルをちょっと頑張っていきたいとは思っています。 Facebook アントニンジャパン23万人登録者数、 Instagram でアントニンジャパン5000人登録者数、 TikTok アントニンジャパン12万人登録者数、 YouTube アントニンジャパン7000人登録者数。今超久しぶりに暇だったから、ちょっと全力でコンテンツクリエーションをやっていきたいとは思っています。動画のクオリティもすごいアップしたくて、で基本的にその英語のチャンネルを1ヶ月間ぐらいメインにして、でたまにそういう日本のアントンチャンネルにオーバーラップするコンテンツもたくさんあるから、あそこにも投稿するとは思いますけれども、この1ヶ月間ではコンテンツクリエイターとしてメインとしてちょっと頑張っていきたいと思ってます。全部のリンクはこの概要欄に貼ってあるんですけど、そういう日本の素晴らしいところを海外に配信したいところがあったら、ぜひコメントください。日本の素晴らしい食べ物とか、ここに来てほしいとか、誰も知らない日本の文化とか、面白い日本の職人のところとか、空き家とか、日本の伝統的な家とか神社とか、まあ、あとトラベルガイドとか不動産のこととか、いろいろこのアントニンジャパンを世界中に配信していきたいとは思っています。アントンチャンネルではちょっと休憩をやらせてください。日本語を頑張りつつ、アントニンジャパンを頑張りつつ、自分の本業モデルとして頑張りつつ、 DIY も頑張っていきたいと思っています。それでは来週またかっこいいアントンチャンネルの
ココアハウスのハウスツアーをみんなに見せたいと思っています。ぜひそれも逃さないでください。いつもありがとうございます。あなたのおかげでこれももらいましたから、本当に感謝しかないです。 See you very soon!